YouTube 美容に入った理由、特にないです。実家が美容院で組合だったんで入ったんですけど、でも入って先生たちがすごい面白かったんで、よかったなっていうふうに思ってます。自分の周りではやっぱり真面目な子が多くて、美容に熱い子が多いんで、自分も負けないようにしたいなっていう気持ちは常にあるっていうのが、この学校のいいところなのかなって思いますね。いろんなバイトをして、いろんな大人がいるっていうことを知るっていうのが結構自分の中では大きかったんで、そんな感じですかね。僕なかなか入社してからコンテストで賞を取れなかったんですけど、で同期とかがいっぱいこう取ってきて、で東京に行った友達もアンダー25でグランプリ取ったりとか、うわー自分才能ねえなっていうふうに思ってたんですけど、一回ビッグのコンテストに出た時に賞を取れて、それでなんかすごいスタッフを喜んでくれたっていうのが一番嬉しかったんですけど、コンテストですかね、はい。最近は変な T シャツを集めてます。こだわりは背がちっちゃいんで、ちょっと大きいサイズを自分らしく着ることが好きです。まずデロリアンがかっこいいっていうのと、なんか50年代に多分タイムスリップするんですけど、その時のファッションとかヘアスタイル、あと雰囲気っていうのがすごくかっこよく描かれてていいのと、やっぱあのマーティのギターのところは何回見ても熱くなります。得意な技術はそうですね、ちょっと怖いお客さんの懐に入るのが得意ですカット技術はカットは、まあ勉強中なんで、先輩のいいところを盗みまくってます。じゃあカラーとか、カラーですか。カラーはそうですね、いろんな講習に行ってるんで、そういう技術を盗みながらやってますけど、得意になりたい クリエイティブが好きな子、髪の毛をいじるのが好きな子がやっぱりお店に欲しいと思うので、そういう熱い思いがある子はぜひ一度お店に来ていただけると、こちらの熱量もすごい分かると思うので、いろんな髪の切り方あると思うんですけど、自分のスタイルがつかめると思うので、ぜひ来てくださいと思います。